新竹岡トンネル開通前の竹岡トンネル前の渋滞の車列竹岡トンネル、鹿児島バイパスは、鹿児島県鹿児島下上八丁目から、鹿児島支部二丁目に至る一般国道3号のバイパス道路。九州自動車道、南九州に回り、自動車道、ビブスキスカイラインの終点である、鹿児島インターチェンジから竹岡トンネル、 鹿児島県道24号鹿児島東1域線を経て、鹿児島市街地に至る鹿児島市の外環状道路の機能を持つ幹線道路となっている。鹿児島インターチェンジから竹部神社前交差点までは地域高規格道路鹿児島東西幹線道路が並行して通り、新たに下り線としてトンネルが建設されるまでは鹿児島バイパスが下り線、 鹿児島東西幹線道路が上り線として一体的な運用が行われている。トンネルの高さに合わせるため全体が高架線となっており、九州自動車道、イブスキスカイライン、南九州西回り自動車道に高架上で接続されている。鹿児島市の市街地と鹿児島インターチェンジを結ぶ交通の要所であるが、元々の交通量と交流の複雑さゆえに渋滞が起こりやすい。 鹿児島インターチェンジから竹部神社前交差点までは地域高規格道路鹿児島東西幹線道路が並行して通り新たに下り線としてトンネルが建設されるまでは鹿児島バイパスが下り線鹿児島東西幹線道路が上り線として一体的な運用が行われている赤線の矢印が鹿児島バイパスを示す竹岡トンネルを中心とした 交通網が形成されている平日24時間、交通量。ありがとうございます。